総合的に見たらどういったグローブがいいのか、隠れたいいものとか、すごい上質な革を使ってますので、もう文句なし、抜群にいいですね。やばいはやっぱりやばかった。はい、どうもクレイジーピーです。本日の動画はですね、グローブのことについて語ろうかなと思っております。総合的に見たらどういったグローブがいいのかっていうのをね、ちょっと聞かれる機会が多くて、僕にも返答も困ったりするので、ある程度のグローブをね、答えさせていただこうかなと。今回は5つの項目をね、ポイントをつけていこうと思います。革ですね。革のね、しっとり具合とか張りとかね、いろいろ総合的に革の状態はどういったグローブなのか、費用対効果、はい、料金面はどうなのか、このクオリティでこの料金っていうのはどうなのかっていうところで、操作性、まあ軽さであったりとか大きさであったりとかね、タイプに分かれると思うんですけども、操作性はどうなのかっていうことで、あとそのメーカーに種類はどれぐらいあるのか、まあ一つの型番、二つの型番だけやったら自分の手に合う合わないがあると思うので、幅広く、ね、展開されているのかどうかっていうところですね。とあとレア度、珍しければ珍しいほどレア度を高くしようと思っております。隠れたいいものとか、あの名前は知ってるけど、まあ周り使ってないのか実際どうなのかとか、レア度っていうのもちょっと入れさせていただこうと思います。まあ主に内野手用、他にねキャッチャーミットだったりピッチャー用ってあると思うんですけども、今後できたらなと思っておりますので、ぜひこれ機会にね、参考にしていただければと思います。では始めていきましょう。せーの、お願いします。早速今回やっていくんですけれども、ただまあグローブってメーカー無数にありますので、今回は6メーカーで、今回比べさせていただくのが、まずスラッガーで、アトムズグループとしてお話しさせていただきます。で IP セレクトね、でヤバイ、で和牛 JB、 まあ王道代表として水野っていう形の6社。では早速スラッガーの方から評価していきましょう。であくまでも個人的な評価、まあ意見になりますので、参考程度に聞いてもらえればと思います。何も加工されてない状態の革だとすると、僕は1、それを湯もみとかちゃんと加工した状態で、まあ、購入、革の状態は3ぐらいまでいったら、スラッガーの場合独特なね、ちょっと手なじみのいい革になるので、まあ3ぐらいはつけていいかな。で料金的にはそんなむちゃくちゃ高いイメージはございませんので、料金的には4上げてもいいんじゃないかなと思います。他のブランドに比べたらちょっと安いんかなと思うぐらいなので、4つけさせていただきます。まあ操作性っていうとね、もうプロが使ってるねメーカーになるので、むちゃくちゃ悪いことはないと思いますし、ただまあ当て取りっていうイメージが強すぎるっていうことで、まあ好き嫌い分かれるのかなっていうことで、操作性はちょっと4で、種類の多さですね、型番の多さっていうのはこれはもう問題なく5で、レア度って言ったら、まあ大体みんなスラッガーって最近増えてきたので持ってる人が多いので、まあ3かな。総合的に言うと大体 3.5 から4ぐらいのポイントを持ってるかなっていう感じのグローブ。まあ好きな人は好き、まあ嫌いな人は嫌い、もうどのグローブもそうなってくるんですけども、特にそこがはっきり分かれてるグローブ、内野手としておすすめはできるグローブになってるんじゃないかなと思います。続きましてアトムズグループ、こういったアトムズであったりとかね、このトレジャーっていうグローブもアトムズグループになります。革自体はね、まあいろいろバージョンがあるんですけれども、お買い求めやすいテラダレザーとかでもしっとりしてて馴染みがいいので、革は4で、料金的にはここまで安いっていうイメージはないですね。膨大な値段するかっていうとそうでもないので、だいたい3ぐらいかなと。まあ軟式用のオーダーでもちょっと割高やったりするし、3ぐらいで、操作性実際僕持ってますけれども、ここまで重たくは感じないですし、取りやすい、こういったところを考えると、まあ操作性も4で、種類の多さで言うと、まあこれも4かな。まあ各メーカーにちょっと種類が少ないっていうのもあるので、なんで3にならないかっていうと、限定モデルとかっていうのね、このメーカーさん出すのがうまいので、4とかそういったものになるんじゃないでしょうか。使ってる方っていうのはね、ちょこちょこ増えてきたんですけど、まだまだ少なくて、レア度で言うとまあ5は取れるんじゃないかなって思います。まあ、マイナーどころもいっぱいありますし、もの珍しいグローブ好きな人にはちょっと持ってこいな。ぜひぜひ使ってみてください。続きまして、IP セレクト、革。これはね、もう文句なし、抜群にいいですね。きめ細かい、しっとりした、すごい上質な革を使ってますので、革に関しては5ですね、やっぱり。パンと張ってる革からしっとりした革でね、豊富に取り揃えてますし、文句なしだと思います。で、料金に関しては2。ちょっと
と割高かなっていうイメージがあります。軟式用でもねちょっと3万超えてきたりとかでなかなか高いものになりますので、料金的には2とかつけさせていただきましょう。で、操作性に関しましては4かな。これも人を選ぶグローブですね。使い方がね決められてるグローブになるので、ちょっと合わないなっていう方は遠慮される方が多いので、まあ4っていう形にしております。ただ理論に基づいてねきっちり作られているので、その辺は3まではいかなくて4ですね。で、種類に関してはやっぱりねそんな大きなメーカーじゃないので2にさせていただいております。あまり種類はないです、正直。で、レア度で言うと3から4、まあ3ですね。最近増えてきましたので、まあ3にさせていただこうっていう感じですね。まあ、珍しいっちゃ珍しいんですけども、まあ結構有名になってきたかなっていう感じです、 IT セレクト。そうしまして次のグローブ行きましょう。次がヤバい、これが、まあ、革は4、革めちゃくちゃしっかりしてるんですよ、実は。で、料金は文句なしの5。だってこれ公式用で1万5000円で買える。4万5万するグローブのクオリティは全然あるので、やっぱり、やばいはやっぱりやばかったっていうのは間違いないんでしょう。で、操作性で言うと3入れさせてもらってます。まあそんな重たくはないんですけれども、まあ平均点かなっていう感じですね。どっちかというとこう掴む感じのグローブなので、湯もみはしないでくれとかね、万人受けはしないので、まあ悪い言い方するとね、操作性としては3で、種類的にはもうほとんど少ないので2にさせていただいております。まあそもそも店舗で売ってるものじゃないので、まあその辺に関すると2にさせていただきますが、使ってる人まだ見たことないです。5。今からね、高校野球始める方とか、練習用グラブとかにはもう持ってこいじゃないですか。費用対効果もいいですし、ちゃんと汗顔まで入ってますからね、これ実は。すごいいいグローブになってるので、皆さんぜひお試しください。これやばいですね。で、続きましては、こちらのメーカーですね。和牛 JB ですね。これはね、革、モンクラスの棒ですね。知ってる人は知ってると思いますが、宮崎和牛を使ったグローブです。プロパではめて、もう一目惚れして買ったグローブになります。で、料金的には3。まあ、そんなに安いものではないかなっていう感じですね。高いって言って敬遠される方も多いぐらいなので。はい、操作性で言うとね、すごいですね。むちゃくちゃ軽いし、当て取りもできる片輪もあるし、掴んで取る片輪もあるしで、結構使ってるけど、補給面もね、張りがあって、素晴らしい。で、種類で言って、まだちょっと少ないところがあるので、3ですね。で、レア度で言うと、まあ、4ぐらいになってきたんじゃないかなって僕には勝手に思ってます。知ってる人は知ってるので、まあ、それぐらいになってきたんじゃないかなと思います。間違いなくいいグローブですので、ぜひ1回あったらね、手に取ってはめてみてください。で、皮をね、触ってみてください。いい匂い。すごいいいグローブだっていうことが分かってもらえると思うんですよね。ぜひぜひお願いします。はい、続きまして最後ですね、ミズノですね。はい、もう間違いないですよね。言うまでもないと思うんですが、ミズノプロクラスになってくると安定して供給できるっていう意味も込めて革は購入させていただきます。もう迷ったらミズノ行って間違いないんじゃないでしょうか。で、料金的には可愛くないので1。公式用って考えるともうすんげー高いですね。軟式用でも結構高いので1、やっぱ1ですね。はい。で、操作性で言うとやっぱりね、大手メーカーさんっていうことだけあって、いろんなタイプのね、選手に合わせたグローブを出してますし、4入れさせていただきます。で、種類、どこの追随も許さないぐらいモデルを持ってますので、5ですね。5プラスって言ってもいいぐらい。もうそれはもう皆さん言わんでもわかると思います。で、レア度で言うと、1ですね。みんな持ってる。なので、水野さんには申し訳ないですが、1がちょっと多めになっちゃいました。いいものだからっていう面の1が多いので、ダイバーシティブルーもね、これね、今年いっぱいになってますので、オーダー購入してみてはいかがでしょうか。はい、以上でですね、僕が思うグローブたち、お役に立てましたでしょうか。本日の動画、良かったなと思う方は、グッドボタン、良くても悪くても、チャンネル登録。で、他にね、こういったグローブ紹介してくださいとかあれば、じゃんじゃんコメント欄にしてください。で、まだまだね、1000人到達してないので、ぜひぜひ皆さん、DM 送ってください。ということで、本日の動画は以上になります。では、いつものやっていきましょう。せーの、ありがとうございました。バイバイ。俺のオーダーグローブシミュレーションコンテストっていうのを開きたいと思います。なんと、実際に、プレゼントしようと思います。はい。